ゼノビアは3世紀に存在したパルミラ帝国の女王と呼ばれた人物である。パルミラにあるギリシア語、パルミラ語合壁碑文では、パルミラ語で最も傑出した経験なる女王、セプティミアイコールバトイコールザッパイと記されている。アラビアのベニサマヤド部族の名がザッパイを父、エイエールザバと称された母の間の娘として240年頃に生まれたとされる。 名前は、ラテン語で、アイリア・アウレリア・ゼノビア、アラビア語、であったが、一般には、ゼータ、イータニュー・ベータ・アルファー、ゼノビアと呼ばれることとなった。なお、公文書には、バット・ザブイとの表現も見られる。父、ザッパイの祖先は2世紀後半に、ローマ市民権を取得したとされ、セプティミウス・セウェルステイの皇后として知られるユリア・ドムナ、とも近い関係であったと伝わる。 父ザッパイは少なくとも229年にシリアの部族長であった。母はギリシア人だったという説が有力であるが、ゼノビアが古代エジプト語に堪能であったこと及び、古来のエジプト文化に大変精通していたことから、エジプト出身であったとの見方もある。いずれにせよ、ゼノビアの前半生、出生には不明点が多い。エジプト語以外にもラテン語、ギリシア語、シリア語、 アラビア語に通じ、学問にも非で、側近で、哲学者でもあったカッシウス・ロンギヌスの指導を受けて、ホメロスとプラトンの比較論や、歴史書を表したとされる。パルミラ市街を見収めるゼノビア上をシマルツ、ヘルベルトによる作、ゼノビアの名前が初めて資料に出るのは258年に、パルミラ一体を収める有力者であったセプティミウス、オダイナトゥスの子妻として入った時となる。その後、 ゼノビアにとって、ウィゴとなるルキウス・ユリウス・アウレニウス・セプティミウス、ウア・バンラトゥス・アテノ・ドラスも生まれた。オダエナトゥスは、ガッディエヌス・ミカドに反旗を翻して、皇帝を戦勝したティトゥス・フルーユース・ユニウス・クイエトゥスの、討伐やサーサーアン・アサの取得手指法に二度も攻めいる、党の功績を挙げて、ガッディエヌスの信頼を勝ち得た。それら遠征にゼノビアは、パルミラ軍に同行しただけでなく、 軍装をまとい、その地望でオダエナトゥスを支えた。267年にオダエナトゥスが追い、マエオニウスによって暗殺、またヘロデスも同時に殺害され、パルミラはナンバーワン及び後継者を相次いで失う、混乱状態に陥った。ゼノビアは、ウアバントゥスをオダエナトゥスの後継者に据えるとともに、自らは、その共同統治者となることで、一連の事態を収拾することに成功した。 ガッディエヌスの知性化より上実したような功績もあって、ガッディエヌスより、ローマ帝国東部族州を委任されていたオダイナトゥスは、パルミラを根拠地として、すでに反独立の状態であった。西方族州には、ガリア帝国が拡挙、北方族州へは、ゴート族等の北方移民族の侵入が相次ぐ中、268年には、ガッディエヌスが暗殺された。ゼノビアは、 ローマの瞑想に乗じる格好で、サーサーアン・アサの侵略から、ローマ東部族州を守るという名目で、皇帝直轄領はエデプトス及び、カッパドキアやパレスティナ、カルケドン等のローマ東部族州、都市に軍を派遣して次々と領土を拡大していった。ゼノビアは自らをエジプトの女王と称し、またこれらの事件から戦死女王とも呼ばれた。実際にゼノビアは、 騎馬術にも優れた才能を示したという。ゼノビアは、カルタゴの女王ディードーやアッシリアの女王、セミラミス、プトレマイオス朝のクレオパトラ7世の後継者を自称したとされる。271年のパルミラ半と270年に、ローマ皇帝となったアルキウス・ドミティウス・アウレリアヌスは、北方移民族の侵入を撃退すると、ローマから分離、拡挙した西のマリア帝国。 東のパルミラ王国に目を向けた。アウレリアヌスはパルミラに降伏を勧告したが、272年にゼノビアはローマ帝国皇妃の称号であるアウグスタを自称、ウアバンラトゥスにはアウグストゥスを名乗らせるとともに、これを記念した貨幣を発行し、ローマに対抗する姿勢を見せた。272年、アウレリアヌスはパルミライ神聖し抵抗したビザンティオン等を陥落させた。 ゼノビアは、ウアバンラトゥスと共に軍を率いて、ローマ軍を迎え撃った。ゼノビア自らが人頭に立って、指揮を鼓舞し、戦闘指揮は、アエニュプトゥス攻略で活躍したザブダスに委任したが、二度の戦いにいずれも大敗を喫し、ウアバンラトゥスは戦死した。アウレリアヌスの前に連行された、ゼノビアイタリア人がかジョバンニバッティスタ・ティエポロによる1717 17年の、作ゼノビアは、 パルミラへと逃れて、牢場準備を整えた。ローマ軍はパルミラを包囲したが、兵艦線が伸びきっていたことに加えて、厳重のアラブ人による攻撃が包囲を困難とした。当初、ゼノビアは、サーサーアン朝からの支援も期待していた。しかし、エジプトを攻略したプロブスが軍を率いて、パルミラへ到着したため、ローマ軍の兵艦線が確保され、軍勢は、 規約的に増加した。敗戦を悟ったゼノビアはペルシアへ逃亡を図ったものの、ユーフラテス川を越える前にローマ軍に捕獲された。弁明の場においては、ローマに対する反乱の責任を新家達に押し付け、自らは命乞いに徹したという。結局、ゼノビアは除名されたが、引き換えに敗下の将兵たちは処刑された。この後、パルミナ氏はローマに降伏。 273年に王国は画界した。ゼノビアはローマへと連行され、274年にガリア帝国もローマへ統合したアウレリアヌスの凱旋式でローマ市内を引き回された。ゼノビアの体は黄金の鎖で縛られ、ローマ市民への見せ物にされたという。なお、ゾシモスはローマへの連行中にゼノビアが死亡したと伝えている。凱旋式の後は、 ローマ国内のティブルのウィルタハドリアナの近郊に高級な別荘を与えられ、社交界でも活躍すると贅沢に暮らした。また、ゼノビアはローマの元動員議員と再婚し、数人の娘にも恵まれ、その娘もローマの高貴な身分の人間と結婚したと伝えられる。ローマにある碑文には、ゼノビアの夫の名を含む、ルーシャス・セプテミア・パタビニア・バルビラ・ティリア・ネピティロ、 オデナサイアナイアとの名称がある。オダイナトゥスにはヘロデス及びウアバンラトゥス以外に子がいないことからゼノビアが夫の名を取って付けられた人物とも考えられる。また、5世紀のキリスト教の司教であるフィレンツェの姓、ゼノビウスはゼノビアの子孫とされる。また、ウアバンラトゥスには子にオデナトゥスという人物がいたとされ、事実であれば名前が判明しているゼノビア唯一の孫である。 以降、エウセビウス、フラウィアヌス、エウセビウス、ディオゲネス、テオドラと続いた。テオドラは、アカキウスという男性と結婚。コミと、東ローマ帝国皇帝ユスティニアヌス一世の皇后、テオドラ、アナスタシアの参上を設けた。ゆえに、ユスティニアヌス一世の皇后テオドラは、ゼノビアの雲孫にあたることになる。 テオドラも、ユスティニアヌス一世との間に溶接した娘と、皇后になる前に設けた諸子たちというように子がおり、諸子テオドラは、東ローマ皇帝アナスタシウス一世の弟、パウルスの孫、フラウィウス・アナスタシウス・パウルス・プロブス・サビニアヌス、ポンペイウスとの間に、アナスタシウス、ヨハンネス、アタナシウスという三男がいる。このうち、アナスタシウスに子孫が多数記録されており、その血筋は、 ヘラクレオス王朝や西五島国最後の40年間に在位した幾人かの王たちなどに継承されていった。アウレリアヌスは書簡にローマ人は一女性と戦っているだけと侮蔑するがゼノビアの性格と実力を知らないからであると書き残した。18世紀の歴史家エドワード・ギボンはローマ帝国水防史の中でゼノビアの美貌についてクレオパトラに劣らず、 清潔と勇気ははるかに勝り、すべての女性のうちで最も愛らしくそして英雄的とされた。葉は真珠のように白く、大きな黒色瞳は、不思議な輝きに満ち、魅力的な完美さがこれを和らげていたと記述、また、オリエント世界で屈指の除血と評した。一方で敗戦後の言動については、批判的であり、所詮は女の硬さ、それには大抵無理がある。 それだけに、一貫して、毅然、などという例は、まず稀と言える。ゼノビアの優もまた、裁きの座で崩れた。即刻処刑を、と叫ぶ兵たちの土星に、さすがの彼女も恐怖に震え、日頃、鏡として、口にしていた、クレオパトラ女王、最後のあの絶望的好奇さすら忘れてしまった。そして事実はずべきことに、その名声と同士たちとを代償に、いわば生を願ったことになる。 と多分に部別を込めて記している。シリアの500ポンド紙幣には、ゼノビアの肖像が描かれている。小惑星のゼノビアはゼノビアにちなんで命名された。ゼノビア全身像、ヒストリア・アウグスタ30人の戦勝者27、ヒストリア・アウグスタ30人の戦勝者30。ありがとうございます。